イエーイイエーイイエーイはい、なんと今日はですね、さきみー待望のご紹介していいですか。どうぞ。しのいこころです。宮本さきです。つゆこです。吉田山です。フライングしちゃったね。なんで本当に待望なんだもん。なんかそのめっちゃブリッコするよ。ちょっとお酒の前でブリッコしたいかなかわいいよ。なので今日はさきみ待望のお酒企画でございます。イエーイ。やった、やった。第1弾としまして今日は、うん、ほろ酔い飲み比べ。おー、やったー。みんなほろ酔い好きじゃない？好きじゃない？え、ほろ酔いって全女性が好きだって聞きましたけど、そんなことない？でも飲みやすいですから ね、 ね、そう、うん、そう、味もね、うん、たくさんあるし、うん、飲み比べ、うん、ということで、はい、みんなの語彙力とたくさん飲めるというところが楽しめる企画となっております、うん、語彙力、語彙力。おのおのどの味が気になるかとかちょっと聞いてもいいですか、はい、私これ、うん、ミックスフルーツ。あー、ありがとう。メスっぽい、メスっぽい。動かない。ミックスフルーツ、確かに。でも初めて見たかもしれない。ね、私も見たことないよ。え、私ね、これ好きなの。あ、でもこれ美味しそう。わかる。流行った。ティーサワーが甘すぎず、うんうん、すごい爽やかな感じで美味しいんですね。美味しそう。私これ飲みたいかも。グレフルソルティ、なんかソルティドッグとかの味なのかな。あ、でもなんかそれっぽいよね。お塩とかここに入れて。ソルティドッグ好きなんだよ。おしゃれ。でもグレープフルーツに塩を加えたって書いてるから、うん、そういう系の、そういう系お酒な気がする。これも甘すぎずな感じなんですかね、うん、なんかさ、ほろ酔いって結構甘いイメージあるから、これは比較的さっぱり飲めるみたいな感じなのかね。そう、確かに、うん。え、心ちゃんは？私結構お酒苦手なんですけど、うん、なんか、うん、この蜂蜜レモン、うん、ちょっとジュースっぽいじゃないですか。わかる、うんうんうん、気になってます。美味しそう。レモネードみたい。もうじゃあ早速食べて、うん、いいんですかね、うんうん、さきみーがいいならいいです。いいよ、やったー。開けていい？さきみー待望のお酒企画に乾杯。乾杯。開けれない。乾杯。乾杯。下手な人に。はい、あれ、乾杯。乾杯。入れてきます。一緒みたいな色です。あ、いい匂い。うん、うん、あ、めっちゃ蜂蜜レモンだ。蜂蜜だけ、レモンだけとかじゃなくて、もう蜂蜜レモンのやつなんです、ね、うんうんうん。え、次私そういうの飲み物で分離してることないよ。飲みたいことはわかる。あのさ、おしゃれカフェとかの蜂蜜レモンって蜂蜜とレモンの味、個々の味するじゃん。だけど飴の味なんだよね。そう、飴みたいな飲みやすい味する、うんうん、ミックスフルーツ味も、うん、ミックスフルーツ味って感じ。でもそれなっちゃうから、それ禁止禁止。本当にそうなんですもんね。なんか私はめちゃくちゃ飲みやすい。やっぱりその甘みが多分弱そう、はいはい、さっぱり系だし、やっぱソルティードッグ系けど、うん、塩味がそこまでない。あ、だからソルティードッグはグラスに塩つけてる、うんうん、だからがっつりくるけど、入ってるって書いてるけど、うんうん、塩味は薄いかなって感じ。へ、うん、どうです？久しぶりに飲んだけど、めっちゃ美味しい。なんかアルコール味を感じない。でもアイスティー飲んでるみたいな。本当にレモンティーって感じ。レモンなの？あるじゃん、レモン。え、めっちゃ爽やかだし、なんかすっきり。私もミックス飲んでみたいかも。飲んでみて。いい匂い。いい匂い、うん、私も、私も思ったより。これもすごいさっぱりしてません？うん、甘ったるくない。甘ったるくない。香りは桃が強い。強い、うんうん、桃もめっちゃ感じる。バナナもいる。甘さの感じがバナナって感じ、うん、蜂蜜レモン。蜂蜜レモン絶対美味しいよ、うん、あ、美味しい。飲みたい。なんか香りも、匂いが本当に飴。ツンちゃんの匂い。なんで？なんで？でもなんかレモンが強い気する。うんうんうん。私これ飲みたい。これ新しいやつでしょ、はい、限定って書いてる。限定、限定。しかもいちごサワーとかじゃなくて赤いサワー、うんうん、これも限定だよ。え、めっちゃすごい紅白じゃん、ね、赤と白。マスカット書いてある、うん、飲む？飲みたい。
あ、でも我々匂い強いよ。あ、そうなの、うん、あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、めっちゃいい匂いする。すごくる。マスカットっていうよりもこれとちょっと似た匂いがするかも、うん、あ、でも白いサワーのマスカットだからね。あ、そっか、そうなんだ、そっか、そっか、味もそんな感じだね。うん、すいません、ちゃんと読んでませんでした。あ、いやいや、え、美味しい。じゃあちょっと、うん、赤チームも、うん、某カルピスの味がする。某カルピス、某カルピスの味、確かに。でもなんかめっちゃこの匂いのまんまの味がしますね、うん、お、裏切らない期待を、うん、裏切らないし、あとパッケージ見てこれ飲みたいと思った人はめっちゃ満足する。え、本当にくる、飲みたい。いちごのさ、ある意味のいい青臭さみたいな感じまで再現されてるから、わかるわかる。え、ちょっと白いサワー、白も飲んでみてください。あります、いいな、あ、あります、ありがとうございます、ありがとうございます。次でいいです。はい、おいしい、おいしい。え、やっぱ白いサワーと飲み比べたいかも、うん、開けるがかり。ありがとう、すぐ行こう、ありがとう、あ、ちょっと待って。すぐ行こう。なんで飲ませようとするんだろう。覚えてると、ない。置いてやりましょうね。学びを得た。気を取り直して。はい。普通のほろ酔い。あ、なんかでも一番オーソドックス？なんかマスカットの方が爽やかみがない？そうかもね。甘ったるいね。うん。美味しい。でも、うん、久しぶりに飲むと。ね、これとさ、これ混ぜたらこれになるのかな？やる？やるやるやる。まずね、これをそのままいただきたいと思います。はい、白ぶどう、白ぶどう、爽やかだねって書いてある。爽やかだね、爽やかだね。学んだのではないのか。学んだ学んだ。あ、これはね、某空ですね。あ、でもさ、白いのもさ、ちょっと空味あったり。あ、やっぱこれとこれ足したんだよ、絶対。足したらできたんだ。うん、そうそう、商品開発の人もきっとそういうテンションなの。やったら美味しいんじゃねみたいな。うんうんうん。さわみ。さわみ。美味しい。お、挑戦者が。あ、でもこれ混ぜたら一気にこれの匂いする。あれ、うん、でも味これになる。やったー、ほら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 。なるなる、それお芋となる企画ではない。ないやでもね、これ限定だから、うん、なくなっちゃうかもしれない。そう、これが恋しくなった時 にこれとこれを混ぜていけるやでって。どうしても飲みたい人。そう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 、うん、開けましょう、他の、うん、開ける開ける。なんか多分私たち飲みやすかったものを、うん、そうだね。おのおのの推しほろ酔いをね、推しほろ酔い決めて終わりにするのか。なかなか開かないっていうね。色も可愛い、ね、え、そう、可愛いの。うん、なんか全部色がついてて、うん、なんかさ、それ用の何？そのっぽい。可愛い。その飲み物っぽい。呼ばれてない。その飲み物っぽい色ついてない？ついてる。ついてる。飲み物っぽい。可愛いね。可愛い。グレープだったら紫とか。そうだね。いや、なんでどの飲み物でもそうなってるから。いいの、今ココルちゃんがいい感じに酔っ払ってるかもしれないから。言ってるじゃん、私が。かわいい。しかも水めっちゃ飲んでるの。そう、私本当に弱いからね、ちょっとでしかもうダメなの。私今んとこね、ハチミツレモンかも、一番好きなの。ティーソーダか、ハチミツレモンか。いや、わかる、ティーソーダ。これ美味しかったの。ココルちゃん、カシスオレンジは何色だと思う？オレンジ。本当？カシスの感じ。カシスのオレンジっぽい色がついてるって言ってたよ、さっき自分で。カシス色じゃないの？ああ、でもこういう色だよね。何色？大丈夫、ね、何色？違う、オレンジじゃん。オレンジじゃん。オレンジではない。広島。オレンジじゃん。オレンジではない。広島って何？なんとかじゃーみたいな。広島弁、ね、どこの角度からのツッコミか意味が広島っていう。広島、広島。私はね、慣れてきたよ。吉田山はね、適当。ツッコミがクソ適当。ちょっとよくわかんないから、うん、そうだねって言ってた。カシスミ強い。カシオレット私でもあんまり飲んだことないから、分かる。原本の味を忘れてるかもしれない。原本言うな。桃の
なんか美味しい。本当に桃ジュースって感じだ。桃は絶対美味しいね、うん、ちょっと私これ気になる。ラムネ何にさ混ぜても美味しいじゃない。蜜やサイダー的な役割でなんかリムルみたいな、うん、これでフルーツポンチ作れる。あーやりたーい。やってやってやって、やっちゃおう。フルーツポンチ、うん、フルーツポンチ知らない。ね、フルーツポンチって何？サイダーにさ、桃の缶詰とかみかんとかいろんなフルーツ入れて食べるデザート。それがフルーツポンチっていうの？多分。へぇー、これ甘いのかな。給食だったの？検索していいですか？いいよ。マジで？そんなに？そんなうちら適当なこと言ってないよ。知ってたほしい。違う、見たことないの。なんかどういうものかわかんない。そう出てきたよ。私お誕生日の時とか食べたよ。あ、へぇー。白玉とか入れるよね。入れる。白玉大好き。ずっと口の中にいた。食べもったいなくてね。じゃあ満を持して飲みます。フルーツパンチは酒なんだ。混ぜちゃいけなかった。あれなんかね、これだけだとあんまりミルク味みたいな感じなかったけど、なんかここに入れた途端ミルク味を感じる。あれそっか、フルーツジュースってさ、ミックスフルーツだからミルク味いるのか。そうだね、なんか意外といるかも。お互い主張してて、そうだね、ちょっといい感じにフルーツポンチになってくれないね。仲良くしてより違う字が強め、爽やかにならなかった。なんかでもすごい遠くの方に握手してる図が見える感じだよね。見えない？あ、見えない。具体的にどういう感じ？なんか遠くにフルーツポンチ感じる。え、ほんと？見える。そう、いやいや、これはね、本当にあのミックスジュースと蜜やサイダーを混ぜた可能性感じてほしい。だからちょっと違うと思いました。タンちゃん本物食べたことない。そうだよ、私も知ったの。どうですか、これがフルーツポンチですって言われたら信じる？やっぱ美味しいものと美味しいものを混ぜたら美味しいんじゃないかっていうのは違うみたいな、うん、あ、なるほど。バラバラだね。え、これで全部開いた？開いた。開きましたね。結論、皆さんおすすめ。どうしよう、ちょっと待って。私決まった。私も決まった。決めました。いや、私も決めました。それでは、おのおの推しほろ酔いを指さしていただきましょう。はい、いきますよ、はい、せーの。みんな同じなの？あ、違うよ。私これ。じゃあ、白山から。私のおすすめほろ酔いは、うん、はちみつレモンです。やっぱりこれが一番アルコールを私的に感じない。本当にジュースみたいに飲めるお酒で、私もともとはちみつレモン味みたいなの好きなんですけど、バランスがすごく好きで、ほのかに甘いはちみつ感とちょっと爽やかなレモンで、これ単体でずっと飲めるなっていう感じのお酒なので、私の推しほろ酔いははちみつレモンです。なるほど。うん、私はグレフルソルティー。おー、でもやっぱりもともとソルティドッグが好きだから、それっぽい味だからめちゃくちゃ好き。なんか家でこれ開けて自分でなんか塩とか入れて、あー、塩追加して、なんかそう飲んだりしたいなと思います。もう本当に飲みやすい。ちょっとソルティドッグだと多分度数かなり、結構高いよね。高いじゃないですか。だからその味を簡単に家庭で、確かに 3% 飲めるって思ったらなんかすごいいいかもと思って、私お酒弱いんで、ちょっとソルティドッグ強いんですよ、飲むとしたら。だからこれはめっちゃ心に響きました。ソルティドッグ好きな人はおすすめ。じゃあ、私とコロちゃんの推しほろ酔いはアイスティーサワーでございます。私はこれサイダーと悩んだんですよ。サイダー本当に夏だったらサイダーにしてたから、そうだね、外で飲みたいって感じだったんですけど、ちょっと今冬なんでアイスティーで、あのこたつとか入りながら一番おつまみに合いそうなのかなって思ったのがこれだったので、ちょっとそういった意味も込めてこれが推しになります。私はお酒がもともと苦手なんですけど、お酒感なくすごく飲みやすかったのが一番選んだ理由です。あと甘いのもちょっと苦手なので、すっきり本当に某ゴゴティーみたいな感じで飲めるかなと思って選びました。はい、それではそれぞれの推しほろ酔いが決まったんですけど、なんかちょっとね、
お腹空かない？確かに、なんかちょっとこれだけじゃなくておつまみとかも食べたい、うん、そうだよね、もう私もそんな意味を込めてこれを選んだぐらいの気持ちなんですけど、なんと次の動画ではこのほろ酔いに合うおつまみを探そうのコーナーになります。これもね、さきみのね、日頃のね、うん、頑張りが評価されての、はい、企画かなと思うので、皆さんも一緒に楽しんでください。それでは次の動画ではおつまみも紹介しますので、ぜひ見てください。この動画がいいなと思った方、そしてさきみにもっとお酒を飲んでほしいなと思った方、お酒企画たくさんやってほしいなと思った方、ぜひいいねを押してください。そしてチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。